こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人が選ぶべき冬のダウンベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあコメント欄を見てるとですね、結構皆さんからそろそろダウンの特集やってほしいという意見が多かったので、まあ今回ですね、改めて撮ってみたいなと思ってるわけなんですが、まあ今年はですね、結構秋が暖かくて、撮影してる今もですね、そこまで寒くないんですね。なのでちょっとまだダウン買うというテンションじゃない方もいらっしゃるかなと思うんですが、ダウン買うなら今がですね、一番バリエーションがあってサイズもですね充実しているので、まあ、ちょうどいい時期かなと思います。まだ今の時点ではそこまでダウンが必要な状態ではないかなと思うんですが、必ず冬はやってくるわけなので、ちょっと早めの段階にダウンをしっかりとチェックをして買い揃えておくことすごく大事かなと思うので、ぜひ今年ダウン買い替えようかなと思っている方は、今回の動画を参考にしながらですね、ダウンの買い物を楽しんでいただければなと思っています。まあ今回のですね、動画を作るにあたって結構様々なサイトでダウン見てきたんですが、各社趣向を凝らしたダウンいろいろと出していまして、まあ、非常に魅力的なものが多いかなと思います。まあ、今回は5個までにですね厳選してありますが、皆さんの方でもここのダウンも結構いいよだとか、あのダウンも良かったよというのがあったらですね、ぜひコメント欄で情報をシェアしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしてますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからですね、具体的に今年の冬のおすすめのダウン皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、結構今回ご紹介するダウンの中でも一押しに近いなと思ってるのが、ジャーナルスタンダードレリュームのですね、プラスフェニックス別注ゴアテックスショートダウンコートですね。まあ、こちらがかなり仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、プラスフェニックスというブランドはですね、国内のスキーウェアからスタートしているようなブランドで、長い歴史を持っているわけなんですね。老舗のスキーウェアブランドというところで、機能性には非常にこだわりを持っていますし、まあ、デザイン自体もミニマルで使いやすいものが多いので、そのプラスフェニックスの持つ DNA とジャーナルスタンダードレリウムのですねトレンド感、このあたりをうまくミックスしながら作っているのが、まさにこちらのダウンになっているんですが、なかなかバランスのいい仕上がりだなと思っていまして、まずはベースデザインから見ていきたいんですが、ミリタリーウェアから着想を得たような様々なディティールが散りばめられていまして、このあたりが現代のトレンド感をしっかりと抑えていて、すごくバランスがいいなと感じています。ただですね、ゴリゴリのミリタリーウェアにするというわけではなくて、ミニマルに大人っぽくですね仕上げてあるので、このあたりもすごく好印象だなと思います。襟に関してはスタンドカラーで、このあたりもすっきりめで今っぽい雰囲気に仕上がってますし、まあ、全体的にちょっと丸みのあるようなシルエットになっているのも、まあ、すごくバランスがいいなと思っています。で、丈の長さもですね、従来の短めのダウンではなくて少し長めです。お尻の下までギリギリ隠れるかなくらいの長さで、邪魔にもならないし、かといってお尻が丸々見えないので、程よく大人っぽさというところも担保されているので、このあたりも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、素材にはですね、優れた防腐性を持っているですね、ゴアテックスインフィニアムというですねものを使っているんですね。ゴアテックスというと防水性が非常に高くて、特にナイロンジャケットなんかで使われているイメージがあるかなとは思うんですが、まあ、こちらの素材に関しましては完全な防水性があるというわけではなくて、その代わりですね、ゴアテックスって結構硬かったりだとか、着心地の面で言うとちょっと癖があるんですが、そのあたりがグッとシティ寄りと言いますか、街で着られるような着心地の良さだとか柔らかさというところを表現してあるので、僕はこの素材ってすごくバランスがいいなと思ってるんですね。まあ、今年本当に様々なブランドでこのゴアテックスインフィニアムが使われていまして、まさにこちらのですねコラボレーションダウンにもこちらの素材が使われているわけなんですが、で、価格帯も 39,600 円ということで決して安くないんですね。ただダウン自体がどこもめちゃくちゃ値上がりしてる中で、セレクトショップとプラスフェニックスのコラボレーションでこの価格帯というのは結構個人的には抑えてある方だなと思ってるんですね。セレクトショップのオリジナルダウンっていうのは鉄板でよく皆さんにご紹介してるんですが、今回ですね、まあ、とあるブランド、いつもだったら入れてるんですが5万円近くしているので、まあ、ちょっと外したというところもあったりだとか、結構セレ追いのダウンでも4万円以上いってるものもあるので、その中ではかなり優秀な価格帯だなと思うので、個人的には結構こちら一押しのダウンかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。まあ、色はですねブラックとカーキの2色ですが、まあ、これはもう大鉄板のブラックを買って、まあ、長らく使っていくといいんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目のダウンなんですが、こちらですね、グリーンレーベルの PN タスランレイズドネックスタンドカラーダウンジャケット、価格が 28,600 円ということで、まあ、今回ご紹介するダウンの中ではかなり抑えめの価格帯で取り入れやすいのが、まさにこちらのグリーンレーベルのダウンになってるかなと思います。このようなダウンの中でもボリューム感そこまで強く出さないというものが昨年ぐらいからちょこちょこと増えてきてるんですね。というのも、もう本当にですね、真冬に外でずっと過ごすことがない限り、基本的にはダウンであってもそこまでがっつりとした保温性って僕は必要ないなと思ってる方なんですね。というのも電車だとか車だとかバスだとかこういった室内で着てることもあったりすると、あまりにオーバースペックなダウンだとちょっとこうむしろ暑いかなと感じてしまうこともあるので、まあ、これぐらいのライトなダウンでも僕は十分なのかなと思っています。まあ、昨年もグリーンレベルではこのようなライトなスタンドカラーのダウンをですね、皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、まあ、今年もですね、こちらのスタンドカラーのダウンということで、まあ、ボリューム感は抑えめなんだけども、シルエットはやや丸みがあって今っぽい見た目になっています。で、腰の部分には斜めにですね、ハの字型のジップがついていて、収納もしっかりと確保されているので、このあたりもバランスがいいなと思います。で、やっぱりこのようなセレクトショップのオリジナルですとか、そういったところのダウンってブランドのロゴがついてないんですね。これが僕はですね、かなり待ち着としても使いやすいポイントだなと思っています。まあ、いろんなアウトドアブランドのダウンもありますよね。今回名前挙げないですが、まあ、いろいろな優秀なブランド各社あるんですが、まあ、ブランドネームがドシッと乗ることで結構ですね、そのブランドのイメージが強くなってしまうので、まあ、個人的にはスッキリとブランドロゴがついてないものもバランスがいいなと思ってるんですが、まあ、このあたりもすごくスッキリとしたミニマルなデザインで、まあ、バランスが非常にいいんじゃないのかなと思っています。厚すぎないダウンというところとトレンド感を踏まえたデザインであるということ、素材の質感も良くて、なおかつ値段が3万円以上いかないということ、これもめちゃくちゃありがたい点で、結構セレオリのダウンは軒並み3万円以上もしくは4万円を超えてるものも多い中で、まあ、2万円台後半というところで非常にありがたい価格帯に抑えてあるのもすごくバランスがいいなと思っています。で、カラー展開がブラック、モカ、ケリーという3色なんですが、まあ、個人的にはやっぱりこれはブラックですね。一押しはブラックになります。まあ、ダウンというのは一度買えば、まあ、トレンドの流れというのももちろんあるんですが、そんなにですね、1、2年でガラリと変わるものではないので、まあ、少なくとも3年以上は着るかなと思います。ですので、そういったところを踏まえた上でダウンですね、ちゃんと主役級のものを買うのであればブラックがまず間違いがないかなと思います。もしブラックはすでに持っていて他の色を足したいのであれば、カラーバリエーション他にも展開があるので、例えばモカですとか、このあたりもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のダウンなんですが、ビームスのですね、ダーミザックスダウンブルゾン、価格が 36,300 円ということで、価格帯ちょっと3万円台にはなりましたが、セレオリのダウンの中では、まあ、中価格帯ぐらいですかね、高すぎないぐらいのバランスなので、これもですね、なかなか良いダウンになってるんじゃないのかなと思っています。まあ、デザインはですね、かなりオーソドックスな形になっていまして、特徴としましては腰の部分ですね、蓋付きの大きめのポケットがドンとついている、これぐらいですね。あとはミニマルにですね、構成されているようなダウンになっていまして、フードもしっかりと襟の部分ですとか、フード自体にもですね、ダウンが入っていて、ボリューム感もあるというところでは、非常にシルエットが美しいダウンに仕上がっているかなと思います。丈の長さもですね、これまたやや長めの設定になっていまして、お尻の中間ぐらいより少し長いぐらいかなというバランスで、まあ、最近ですね、ダウン全体の長さというところが、ちょっと以前よりは長くなっているかなと思います。以前であれば、お尻の半分ぐらい隠れるか、隠れないかぐらいの長さのものですね。スッキリとした丈感のものが多かったんですが、最近はちょっと大人っぽい雰囲気に振ったダウンだとか、あとはシルエット自体も少し丸みがあるので、その分丈の長さを出しているものがあったりするんですが、まあ、そういった流れを組んだようなダウンになっているかなと思います。で、結構シンプルなデザインではあるんですが、このような形状のダウンって結構ドメスティックブランドなんかにも多くて、ダイワピアですとか、あとはテアトラですとか、このあたりの人気ブランドも結構似たような形状のダウンを作っているんですけども、結構高いんですね。まあ、10万円超えてくるようなものになってくるので、まあ、そのようなドメスティックブランドの雰囲気をもうちょっと手軽に取り入れるのであれば、このビームスをですね、ダウンがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。撥水透湿機能をしっかりと備えたですね、素材を使っていますし、まあ、保温性も非常に高いようなダウンを使っているので、まあ、そのあたりの暖かさというところではもう十分すぎるぐらいの機能性はあるのかなと思います。で、デザイン的にもミニマルで使いやすいというところでは非常にですね、バランスいいダウンになってますし、従来のフードのついた
たダウンの方がなんか安心感があるんだよなという方もいらっしゃると思うんですね。その上で丈の長さはやや長めというところのダウンでは、先ほどの2つとはまたちょっと違った魅力のあるダウンなので、こちらもぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のダウンなんですが、こちらですね、ビューティー&ユースの小松間テーレリラックスフードダウンジャケット、価格は 41,910 円ということで、ついに4万円の大台を突破してしまいましたね。ただですね、結構ビューティー&ユースのダウン僕は好きなんですよね。個人向けのスタイリストとして僕はもう15年近く活動していますが、その中で結構これまでにもですね、ビューティー&ユースのダウンをおすすめすることは非常に多かったんですね。まあデザイン自体は非常にミニマルなんですが、素材感がすごくいいんです。ビューティー&ユースは長年小松マテーレの素材を使ったダウンを作ってるわけなんですが、まあ、今年もですね、このあたりは継続でやっています。まあ、先日の動画の中ではスタンドカラーのものをご紹介しましたが、今度は通常のですね、フード付きのものをご紹介したいなと思っています。まあ、ダウンといったらやっぱり想像するようなど真ん中のデザインってあるかなと思うんですが、まさに今回ご紹介する中ではこのビューティー&ユースのダウンがど真ん中のデザインになってくるかなと思います。丈の長さなんですが、これまでの中で最も短いです。通常のダウンの長さだと思っていただければ、まず間違いがないかなと思います。やっぱり見慣れてるデザインというものに対して人は安心感を覚えるものですし、スッと着やすいかなと思うんですね。そういったところではザ・ベーシックということで、すごく使い勝手がいいかなと思います。で、ダウン特有のステッチですね、それが排除されることで、もう本当にですね、見た目としてはマウンテンパーカーだとかナイロンジャケットに近いような雰囲気で、シャープさがちゃんと感じられるような風合いになってるんですね。で、素材感は小松マテーレのファブリックを使っているので、上品な微光沢を持っていて、スポーティーなダウンというアイテムなんですけども、一定の小綺麗さというところがちゃんと漂っているというところも、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、シルエットは肩周りも含めて少し丸みは感じられるんですが、やぼったくなるような膨らみ感の強いダウンではなくて、まあ、しっかりとシャープさを担保してあるというところも、大人の男性には使いやすいなと思う点で、トレンドのど真ん中という感じというよりは、ベーシックで素材感にこだわってシャープに見えるというところで研ぎ澄まされたようなダウンになっているかなと思うので、4万2000円前後というところで決して安くはないんですが、大人にふさわしいダウンに仕上がっているかなと思います。で、カラー展開がですね、ブラックとオリーブの2色になっているんですが、もう間違いなくブラックが一押しなんですが、まあ、今回ですね、このオリーブもなかなかいいなと思っていまして、まあ、ブラックをすでに持っていてちょっと違ったものをトライしたいなという場合は、このオリーブ結構今回の中では一押しです。オリーブの中でもミリタリー感満載のですね、やぼったいオリーブではなくて、深めのダークグリーンとオリーブ混ぜたような色合いで、質感もすごくいいんですね。まあ、このような色合いであれば、下にニットをですね、オフホワイトだとかライトグレー系のものを合わせて、ボトムスはブラックでギュッと引き締めれば、着こなしは簡単に決まってしまうので、このオリーブめちゃくちゃいいと思います。まあ、ブラックは鉄板、そしてブラックをすでに持っている方の追加のダウンとしては、このオリーブめちゃくちゃいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。まあ、これまでご紹介してきたダウン、どれも魅力的ではあるんですが、ど真ん中の王道を選ぶのであれば、ビューティー&ユースのダウンがまず間違いがないかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてラスト5点目はこちらですね、ナンガ別注オーロラダウンジャケット 46,200 円ということで、これもですね、4万円台後半になってしまって、まあ今回ご紹介する中ではかなり高価格帯ではあるんですが、非常に優れたダウンなのかなと思っています。まあ、ナンガというのはですね、キャンプをやってる方にとっては結構馴染み深いブランドかなと思います。国内の寝袋ブランドとしては非常に知名度が高くて、高品質で、ブランドの持つ世界観もすごくデザイン性が優れていて、まあ、ファンが多いブランドなんですね。まあ、僕もですね、ナンガの寝袋欲しいなと思いつつ、なかなか高価なので手が出せてはいないんですが、そのナンガ自体もアパレル最近すごく力を入れておりまして、まあ、いろんなブランドともコラボレーションをしています。ナンガ自体もですね、ダウンオリジナルで作っているんですが、ナンガといったら結構アーバンリサーチとコラボレーションをして長らくダウンを作ってきたイメージだったんですが、まあ、今回はジャーナルスタンダードレリウムとタッグを組んでいるオーロラダウンジャケットをご紹介したいなと思っています。デザインのベースになっているのはナンガの定番のですね、オーロラダウンジャケットなんですけども、まあ、こちらもデザイン自体はすごくシンプルですね。フード付きのダウンで、着丈の長さに関しては、まあ、ビューティー&ユースのダウンと同じようにですね、そんなに長くはないです。ビューティー&ユースよりは少し長めかなとは思うんですが、これまでご紹介してきたダウンの中では割とコンパクトめの長さになっています。フードが付いていて、襟の立ち上がりもすごく美しいですし、デザインはミニマルなんですが、腰の部分にハの字型
のポケットがついているというところですね。あとは前立てもついているので、少し上品な雰囲気もスポーティの中に取り入れられているところが、なかなかバランスがいいなと思います。ナンガのブランドロゴ自体もですね、まあなるべくですね、コンパクトにちっちゃく表示されるぐらいなので、まあすごくこれぐらいがですね、僕は大人っぽくて上品でいいなと思いますね。ナンガの世界観もちゃんと楽しめながらも、ブランドのロゴの主張が強すぎないので、ちゃんと街着の中にも溶け込みますし、カジュアルなニットだとか、シャツだとかそういったものと合わせても、全くですね、喧嘩することがないので、これぐらいであれば使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。内側に使っているダウン自体もリアクトダウンというですね、ナンガ独自のダウンを使っていて、環境に配慮した素材使いというところにもしっかりと配慮されているというところも含めて、なかなかバランスがいいかなと思います。まあちなみに今回ご紹介したダウンは結構ですね、どれに関してもリサイクルダウン使っているものが多くて、まあこういった流れというのはますます強くなってくるのかなと思います。国内有数の寝袋ブランドとして、しっかりと歴史と技術力をですね、持ったブランドなので、品質の良さは間違いないんですが、そこにプラスアルファで、ジャーナルスタンダードらしいですね。アメリカのちょっとアウトドアシーンをなんとなく彷彿させるようなデザインですね。このあたりもしっかりと溶け込んでるので、なかなかバランスのいいダウンになってるかなと思います。まあカラー展開がですね、4色あるんですが、個人的には一押しはブラック。そして、意外とですね、明るめのダウンの中でも、キャメルがバランスいいなと思ってますね。ブラックをすでにお持ちの方は、少し明るめのダウンというところに振ってみるのがいいかなと思うんですが、ブラック以外のダウンって、なかなかいい色合いのものって見つけづらいんですよね。なので僕はもうブラック一押しなんですが、いい色があったら皆さんにお勧めしたりもするんですけども、先ほどのビューティー&ユースの小松マテーレのオリーブもすごく良かったですし、あとはこちらのオーロラダウンジャケットの中ではキャメルかなりいい色で、人との違いも出しやすいですし、意外とコーディネートも難しくなくて、内側にホワイト系のニットを着て、下ダークグレーのボトムスだとかブラック系のボトムス履いていただければ、まず間違いなくコーディネート完成するかなと思うので、こちらの色合いも含めてチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人におすすめのダウンですね、こちらを5個皆さんにご紹介させていただきました。まあ、今回はあえてですね、ユニクロですとか GU グローバルワークは入れませんでした。これなぜかというと、まあ、普段の動画の中でもユニクロやグローバルワークのダウンはご紹介してるなと思うんですね。まあ、ユニクロであったらこちらですね、ハイブリッドダウンパーカー、これがもう間違いのない当チャンネルでの一押しダウンになっていますし、グローバルワークだったらハイスペックアーバンダウンですね。これ先日もご紹介しましたが、これ間違いなく名作だと思います。まあ、このあたりは1万円台で買えるですね、ダウンということで、まあ、予算を本当に抑えるのであれば間違いのない選択かなと思うんですが、まあ、大人にとってのダウンというのは、まあ、1回買えばちょっと長く使うこともできますし、着こなしの中でも主役級のアイテムになるので、そういったものに関してはちょっと頑張って投資をしてみるのもいいかなと思うので、今回はあえてですね、このあたりを外した上で5個ご紹介させていただきました。まあデザインの傾向も微妙に変わってきますよね。ミニマルなデザインであるというところはどこも共通なんですね。その上でフードがついてるのかついてないのか、丈の長さがちょっと短めなのかやや長めなのか、こういったところでもだいぶ印象が変わってくるかなと思います。またセレクトショップのオリジナルなのかアウトドアブランドが絡んでるのか、このあたりでもですね、全然雰囲気が変わってくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今回の5つの中からですね、気に入ったものがあれば検討していただければなと思っています。また冒頭にもお伝えしましたが、まあ、これ以外にも優れたダウンたくさんありますし、僕が知らないような名品もたくさんあると思うので、まあ、ぜひ皆さんの方でもこのダウンいいよというのがありましたら、コメント欄で教えていただければなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとは専門ブランドですね、このあたりの内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをもうリアルタイムでどんどん出しています。僕もですね、ほぼ毎日記事を書いていますし、また僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。またそれだけではなくて、参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな方が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。